こんにちは、K です。今日、サブチャンネル一発目のテーマは、自分はまだ18歳なのですが、星葉さんや007のジェームズ・ボンドのようなクラシックなスタイルが好きです。しかし、こういった格好は悪く言えばおじさんっぽいし、服の値段も含め年齢不愛想に感じます。だからといって服の趣味を変えようとしても、飽きそうな自分は結局色褪せないクラシックに行き着くと思います。このジレンマとどう付き合っていけばいいと思いますかなるほど。18歳ながら難しい悩みを抱えてますが、 ま,あまず、18歳ながら自分のスタイル、好きなスタイルが決まってる、見つかってるってことは一つ素晴らしいし、さらにその好きなスタイルに対して、まあ自分の未熟さとか、まあまだ自分がこう足りてないところ、そのギャップっていうのを冷静に客観的に判断できてるっていうのは、まずすごいなと思います。で、まあその上で、服の趣味を変えようとしてもっていう言葉がちょっとこの中だとキーになるかなと思ってて、 まあ自分のそのギャップ、やりたいスタイルと自分のその未熟さとか足りないもののギャップを、まあ非常にこう、冷静に判断できてて、ある意味変えちゃってもいいかなっていう。まあその18歳っぽい柔軟性は持ってると思うんですよね。で、それに対して、まあ自分は飽き性だから、結局、 まあその捨れない、色あせないクラシックに戻ってくると思うっていう発言をしてるんですけど、まあ思っている、まあ思いますっていう言葉なんですけど、ってことは自分のまだ脳内の話でしかないのかなと思っててイメージの中でしかね。それを実際にアクションを起こして行動を起こして、 結果どうだったかっていう、なんて言うんだろ、その、実験をしてないというかね。まだその検証ができてないのかなと。だから、それをイメージで、まあ俺飽き性だし、こうだなとか、俺真面目だからこうだなとか、俺勉強できないしどうせみたいな、こう勝手なイメージでしかない。 ような気がするんですよね。で、まあ、これが例えば30歳とかの人が、まあ、自分はこういう性格なので、これは無理だと思いますとかだったら、まあ、これまでの経験もあるし、いろいろ服を着てきて、まあ、その中で自分の性格とのなんかこう予想だったら、まだわかるんだけど、まあ、18歳って、も、ま、う、あ、この方が服を好きになってから1年なのか2年なのか、 半年なのか、もしかしたら10年なのかもしれないけど、わからないけど、まあ、まだ未熟じゃん。人間としてね。まあ、僕もまだまだ超未熟なんだけど、まだ未熟じゃないですか。18歳で。まあ、一般的にはね。だからその未熟な自分の、まあ、そのイメージでしかないというか、その未熟な範囲内でしかないと思うんで、まずここはきちんとアクションにしてみる。行動にしてみるってことが一つ大事。まあ、ちょっとこう、まあ、スポーティーなの入れてみようかな。カジュアルに行ってみようかなとか。 まちょっとこう全身黒とかやってみようかなとかなんかそういう、まあその好奇心みたいなのがあると思うんで、そういうのからチャレンジしてみる。それが誰かの真似でもいいと思うし、別に SNS の影響を受けたりとか YouTube でも何でもいいと思うんだけど、とにかく一個やってみるってことがまず壁を打ち破る一つ。で、もう一つは、まあそれでもこう言われても自分はまあクラシックなスタイルだけやりたいと。まジャケットにスラックス履いてたいんですっていうような感じのタイプであれば、その全身をクラシックにする必要っていうのはないのかなと。まあ簡単に言うと、 自分の今いるポイントと、そのクラシックなスタイルのポイントの折り合いをつける場所っていうのを見つけていく。ここ難しいとは思うんですけど、今自分はこういうところが足りない。で、まあ、例えばクラシックなスタイルが、まあ僕もあまり映画とかちゃんと見てないからわかんないけど、例えばジャケットに、まあシャツにネクタイにスラックスに革靴まで、パーフェクトにクラシックなスタイルをやりたいと。ただ今それ自分ではちょっと活かせないって思ってるあれば、このギャップの中で、じゃあ例えば自分だったら足元はスニーカーにしてみようっていう、 ちょっと自分寄りな若いスタイルとかをちょっとアイデアを取り入れてみるとか、まあ、例えばちょっと T シャツにしてみようとかっていう、そのまあクラシックと自分のその今の立ち位置のこう歩み寄りみたいな。でそこでちょうどまあ一致するポイントっていうのを 見つけていくしかないのかなと思う。まあ、いきなりさ、そのクラシックなスタイルをやめて、いやいやいや、ちょっとスポーティーなので行こうとかっていう方向をね、ガラリと変えるのもチャレンジとしてはいいけれども、まあ、自分のその軸をどうしても持ってたいというふうに思うんであれば、その折り合いをつけるポイントを、まあ、自分の中でいろいろ試行錯誤して見つけるってことが大事。例えばこんな革靴とか履いてるけど、まあ、僕はちょっとまだ無理だから、スニーカーだとか T シャツだとか、まあ、そういうふうな意味でこう変えていくっていうのがいいんじゃないかなとは思う。はい。 次。近々ラグジュアリーの一時面接があるのですが、ケイさんはどのようなことを聞かれましたこれ間に合ったかな <laughs> この動画。間に合ってなかったら本当すいませんって感じなんですけど、まあ、僕、その1社しか受けてないんですよ。まあ、これちょっと自慢になるんで、まああんまり言いたくないんだけど、1社しか受けてないんですよ。皆さんね。僕1社しか受けてなくって。で、えー、なんであんま参考になるかわかんないですけど、まぁ、あ、0時から1、2、3、4時まであったんです。で、0時はとにかくエントリー書類選考を突破した人が、 えっと、会場に行って、まあ、コレクションを見て、レビューを書くっていう、まあ、なんか簡単な30行ぐらいからの、えっ、ー、と、文章を書くみたいなんで、やって、で、一時が他社紹介、他個紹介っていうのかななんかその、 他人が、まあ女性とペアだったんですけど、その時、その人が、なんかこう、僕に対して自己紹介をしてくれて、それを僕は面接官に伝える。まあこの方 A さんは、こういう経験があって、まあこんな趣味を持ってて、で、なんかこんなことが将来やりたいそうです、みたいなのを紹介するっていうのをやって、ね二次面接というか二次試験がグループワークだったんですよ。確かね、4人1組か5人1組ぐらいだったと思うんですけど、で、やったんで、 あの、面接官とちゃんとこう、なんていうんですか、対面で喋るみたいなのが3時4時だったんですよ。で、正直3時4時ぐらい多分相当絞られてたんで、あんまりこう、なんていうの、こう、がっつりした面接ってよりかは、なんか今日何で来たのとか、なんかそんな感じからだったんですけど、でも、 多分、ラグジュアリーってどこもそうだと思う。僕も転職した後でも、その転職する採用試験というですかそういうのでも聞かれたんですけど、なんでうちなのっていうことは絶対に聞かれる。うん。まあもちろんイメージできてると思うけど、あのー、数あるブランドの中、数ある企業の中で、なぜうちというブランドを選んだのか。ラグジュアリーって言ってもいっぱいある中で、なんでうちなのっていうのは絶対聞かれるので、まあ、そこで自分なりの、まあそのブランドに対するイメージとかエピソードっていうのは絶対一個持ってた方がいい。例えば、 それに間に合わせるために一回店舗で接客を受けて、まあ、その時に受けた接客が良かったとか、まあ、ちょっとテンプレートいうかもしんないけど、そう感じたとか、まあ、自分はいろいろ迷いがあった。ラグジュアリーなんとなく、そのぼやっとしたのがあって、実際に足を運んでみて、まあ、いろんなブランドの接客を受けたんですけど、まあ、その、このブランドの、まあ、御社のブランドのこういう接客が良かったとか、まあ、こういうところがすごくよく感じたで、まあ、自分も働きたいなとその時、すごい思ってしまったんです、みたいな、なんかそういう自分のオリジナリティあるエピソードを、 まあ、語れるといいんじゃないかなと思う。まあ、あとは、あのー、まあ、わかんない。ブランドとかによるから、どうかわからないけれども、まあ、なぜファッションなのかとか、まあ、自分のその、就活に対しての、なぜを、きちんと明確にできる答えを持ってるといいんじゃないかなと。で、僕実際に、まあ、僕のことを取ったのが不思議で、そのラグジュアリーに。なんで俺取ったんですかっていうことを、じゃあ、あの、人事の人とすごい仲良かったんで、聞いたことがあるんですよね。で、そしたらその人事の人が、 まあ、あの、最初の一次試験、そのレビューを書く試験の時の もうなんか雰囲気とかである程度分かるんですみたいなことを言ってて、その人がブランドに立つことが、その店舗に立つことがイメージできるかどうかって。あとは、まあ、話し方であったりとか、まあ、これ手振りだったりとか、まあ、表情とか、まあ、そういうので、なんとなく分かるんですよ。だから、1時2時ぐらいで、ある程度、もう人って、なんかこう判断できちゃうんですよっていうことを言ってたので、で、グループワークっていうのは、まあ、ブティックの中でいろんな人と働くわけなので、大きい店舗だと100人とかと働いたりするわけなので、まあ、そういう中で、どういう仕事とか、う 立ち位置を自分でこう見つけるかっていうのを見てたとでそういうところで優れてたよっていうことをま言ってくれたりしたのでまあそういう意外と言葉だけじゃないところも見られてるのでこうガチガチに何とかです何とかです何とかです,何とかですっていうのがなんかこうラグジュアリーファッション業界はオッケーっていうかそうでもないっていう。 ま、僕より優秀な人とかめっちゃいたし <laughs>、あの、すげえいろんなことも喋れるやつが、すげえいろんなとこから泣いてもらってるやつがいっぱいいたけど、ま、僕が取られたっていうことは、ま、そういうことなのかな。あとはもファッションへの熱意とか、ま、そういうところかなと思う。はい。次、オールデンの革靴かっこいいと思ってて、コード版もいいなと思うんですが、扱い難しいだろうなという葛藤があります。やっぱりカーフがいいかなとなんて思ったりします。意見ください。 ああ、難しい。まあ、僕、オールデンのカーフ履いたことなくって、一番最初にチャーチ買って、次に買ったオールデンってコード版だったんですよね。まあ、馬のね。で、そのコード版って、ま、手入れというか、難しいポイントで言うと、ま、雨に、もう、超弱い。雨ほんと弱くて、黒はね、まだいいけど、茶色とかそういう色になってくると、あの、染みできるぐらいになっちゃうんですよ。まあ、黒も染みできてるけど、見えにくいというだけで。で、ま、良さで言うと、ま、非常にやっぱ光沢。 そして、履き地輪かなこう波打つような綺麗な履き地輪ができる。で、あと、やっぱその光沢っていうのは、まあ、その鏡面仕上げを無理やりしなくても、あの、なんだっけ、そのなんとか棒カッサ棒じゃなくて、なんだっけ、なんとか棒っていうやつで、オールデンそのコード版って微妙なんですけど、まあ、よく見ないとわからないんですけど、 気毛なんですよね。若干毛が立ってるんですよ。コードバンって本来はね。で、スウェードとかと同じような気毛をしている皮を使っているので、その棒でコードバンってこう一つ一つ寝かさなきゃいけないんだよね。毛を。で、その寝かすと光沢ができるのよ。だからそういう手入れが手間だったりはするんだけど、その光沢っていうのは非常にやっぱり違いが出るので、まあ、例えばクラシックな格好をして足元をこうピカピカの綺麗な革靴っていうのをやりたいんであれば、 僕は手入れが難しくてもコード盤をお勧めする。ただ、絶対靴ずれができるぐらい、マジで硬いので、まあそういう面でカジュアルにっていう風に考えると、まあカーフの方がまだ手入れはしやすい。もちろん雨には弱いけれども、より弱いのはコードンだし、履きじわとかも、うん、まあどうかな。カーフも綺麗に履けばね、綺麗に入れることはできるし、あとあの、裏のなんとかっていうのがないと、あの、シューツリーを入れると、シワ伸びてずっと履けたりするから、 まあ、カーフの方がそのいう面で言うと柔らかくて履きやすいのかななんていうのは思う。コード版はまあ、その光沢かな光沢と履きじわっていうのが、まあ、カーフズらしい楽しみができる。なんとか棒ね、忘れちゃったな。なんとか棒で寝かせるんだよね、こう毛を。まあ、あんまりこう毛っぽくはないんだけど、スウェードみたいに。こう毛を寝かせると光沢が出るみたいな、コード版。 まあ、また難しいですね。まあ、でも、あの、それはそれで楽しいので、どっちを取るか。まあ、スタイリングにとって、その光沢がある方がプラスなのか、まあ、そういうカジュアルな方がプラスなのかで、まあ、ちょっとこう、判断するべきかなと思う。はい。次。3年前から古着の沼にはまりかな。新品に手が出せなくなってしまいました。ケイさんはどうやって脱出しましたか今日質問読むのマジ下手くそだな。本当すいません。えー、っと、僕はでも、古着にはまったのって、実際ね、半、 今の若い方みたいに、すごいいろんな選択肢があって、いろんないい古着とかそういうのじゃなくて、もうとにかく行きつけの古着屋で買い物をしまくるっていうタイプだったんで、まあ、古着が好きっていうまあその派手さというかね、個性が好きっていうのもあったんですけど、なんかいろんな新しい服をいっぱい買えるっていうのも楽しかったんですよ。で、何がきっかけってなると、まあそのちょっと先輩たちとかと遊ぶようになって、 で、先輩たちが結構、マルジェラとか、まあそういういいものを着てって、なんかこのレベルに古着では勝てないと思ったんですよね、当時。まあ地方の古着屋だったから、そんなにすごいいいものもなかったし、まあ、うーん、まあその当時の僕の考え方が未熟だったというか、まあそんな良いものを着てる人と、こんななんか田舎の古着屋で買い物してるやつが絶対に勝てないと思ったんですよ。自分は下に感じたんですよね。 だったら、ラグジュアリーブランドとかで、まあ、誰も買えないようなものを買って、自分のスタイルを作っていけば、そういう人たちよりも自分は上に行けるんじゃねえか、みたいな、そういう競争心から結構生まれてしまったので、ちょっとこの方の場合だともう3年もハマってるってなると、まあ、なかなか難しいのかなとは思いますが、まあ、古着の中でも正直新品よりも、そのね、古、新品というかそのブランドものよりも、全然高いものも中にはあったりすると思うので、 まあ、例えば、マルジェラとかみたいに、まあ、その昔の古着を、こう、デザインの元として、こう、再解釈、再構築してるものとか、そういう古着と、こう、なんていうの、縁があるようなブランドから手出してったりするのがいいのかな、なんていうのは思う。僕は脱出っていうよりかは、なんかこう、なんていうの、切り捨てたというか、古着なんかじゃこいつらに勝てねえと思って、まあ、そのラグジュアリーとかを買い出したので、ちょっとこの方とはまたケースが違うかもしれない。次、服好きになって、 で、しばらく経っていろんなスタイル経験したんですけど、ショーツが恥ずかしいです。追記。ルックとかではいいと思うし、めちゃくちゃコーデの幅広がると思ってます。ああ恥ずかしい。まあそうだね。あるよね。そりゃ膝を出すなんて、誰もが恥ずかしいことだと思うんですけど、まあこれはね、慣れだと思う。まあ僕何回かサービスもやってますけど、自分が初めてサングラス買った時って恥ずかしかったんですよ。え、これ芸能人やん、みたいな。芸能人気取りだと思われるやん、みたいな。 感じですごい思ってて、でも、2、3日それをつけて歩いたら、もう慣れちゃって自分のものになってたんで、多分、ショーツもそういうこと。1回2回街中で歩いて出かけちゃえば、なんとなく自分のものになってくると思うんで、これは慣れかなと思います。うん。恥ずかしいと思うことは、まあ、僕も去年1年、ショーツのスタイルやってないんで、多分今年の夏、まあ春ぐらいに、まあ今年チャレンジしようと思ってるんで、やったら、多分、恥ずかしいと思うんですよ、多少。 うわ、俺こんな足出して大丈夫かみたいに思うとは思うんですけど、まあそれも慣れかななんていうのは思いますね。えー、次。ラグジュアリーで何を見ますかと聞かれたときに、メンズのプレタというと9割方が聞き返されます。言い方がおかしいのでしょうかあう難しい。なんだこの質問。ラグジュアリーで、あ、販売員に何を見ますかって聞かれたときに、メンズのプレタですというと9割聞き返される。これ、 なんて聞き返されてるかによるんだよな。ここが欲しかったな、正直。例えば、ん何ですかって言ってるんだったら、この方声小さくて聞こえてないのかもしれないし、なんか、メンズのプレタっていうことが伝わってなければその販売のレベルだと思うし、別に言い方はおかしくないと思いますよ。言い方は全くおかしくない。僕も、ああ、メンズのプレタですね、とかっていう普通に全然言うんで、あの、おかしくはないと思うんですけど、もしかすると声が小さくて聞こえてないのかも。うん。 知れない。なんて聞き返されてるかによって、ちょっとこれ答え変わってくるね。はい。次。空の色との調和ってファッションで大事ですよね。ま、夏にオールブラックとかはいくらスタイルが決まっていてもおしゃれだとは思いません。おお、なるほど。ま、これはこの方の感性かな。僕は別に否定もしないし、肯定もしないというか、ま、この方の感性だと思うので、ま、自分がそう思うのはいいのかなと思うけど、ま、僕は全然夏でもオールブラックをやるし、 まあその夏だから黒がダメとか白がいいとか、なんか誰が決めたのっていうふうに僕は思ってしまうから、この辺は自由かなだからこの方にも僕もそうです、自分もそうですけど、他人には強要しないのがそれをベストだと思う。うん。まあ自分の感性で、まああの人ダサいなとかと思ってるのは自由だけど、その人にはその人世界があるし、まあ別にルールで決まってるわけではないので、まあなんか真夏にさ、例えばなんかこうボアのさ、すげえジャケットとかコート着てたら、 まあ、どうしたっては、さすがになるはなるけど、まあ正直それも自由な話で誰にも迷惑かけてないし、まあその人がそれが好きで、スタイルでやってるんであれば僕はいいと思うし、まあ、例えばオールブラックでも、例えばなんかこうノースリーブにショーツとかで、まあリックオーエンスみたいなこうスタイルとかやってるんであれば、僕は純粋にかっこいいなとかと思うので、まあこれはそれぞれあるかな。まあ、うん、うん。まあ例えば絵を見て、 カラフルな絵がオシャレ、いい絵だと思う人と、まあ、白黒のね、モノクロの絵を見ていいなと思う人と、まあ、こう、すごいこう、具体的な絵を見て、うわあこれストレートだなこの絵っていうのがいいなと思う人と、すごいこう、抽象的な、なんだこれみたいな、何書いてあるんだこれみたいなのがいいなって思う人との差があると思うんで、この絵はま、ファッションのま、そのアートというか、そういうデザイン的なところというか、まあ、そういうところに対しての感性の問題かなと思います。はい。次。 A と B の組み合わせはありですか的な質問ありますけど、聞く前に合わせてみろよって思いませんああ <laughs>、なるまあ多分、いや、これね、合わせてはいるんだと思うよ、僕は。あの、この方は否定するわけじゃないけど、合わせてはいると思ってて、で、僕が別に疑問を感じるところがあって、それは、ありですかって聞かれても、僕になしっていう権利がないというか、ルールがないのに、それはありなしってどうやって判断するのって僕は思ってるの。僕がしかも判断して、それっていいのって思うんだけど、 多分、そういう A と B ってありですかとか、これってありですかって聞いてくる人って自信がないんだよね。その自分の選択に。だから他人に意見を求めるし、まあ僕っていう存在だと、まあこうやって質問にも答えるから、まあとりあえず聞いて、まあ自分のその悩みの中で一つ解決する手段としてあ、あまあこういう人でもいいって言ってるんだ、ああ、こういう人はダメだって言ってるんだっていう判断材料にしてるのかなとは思います。ただ、あの僕がありなしってたまにこう、いやそれはありだと思いますよ、なしだと思いますよ、はっきり言うことがあるけど、 まあ全部に共通してるのはただの僕の個人的な意見でしかないので、最終的に決めるのは自分。うん。だと思う。あと、まあ自分の選択にもっと自信を持っていいと思う。だからこそミスが生まれて、そのミスから成長につながると僕は思う。まあ世の中は全部そうだと思うんですけど、何もかも行動を、これっていいと思う。これやっていいかな。 これでいいと思うってやってったら、ミスがちっちゃいんだよね。その、もちろんリスクマネジメントはできてるけど、リスクをカバーすることはね、前もってね。それはできてるし、重要なことなんだけど、でもある意味リスクを犯して何かやらないと、その半分返ってこないと思うので、うんまあ皆さんもっと自信持ちましょうってことは僕は言いたいかな。次。タケのコの里派ですか、キノコの山派ですか。今おかしかったな。あと、ポッキーとトッポどちらが好きですか。まあ、難しいけど、 やっぱタケノコの里かなうん。タケノコの里って全部コーティングされてるじゃん。まあ、あの、下2ミリぐらいは、あの、コーティングされてないけど、ほぼほぼ全部されてるじゃん。なんか、キノコの山ってさ、あの、キノコの、なんていうの根のところ持ってさ、ポリって食べると、まあ、ポリでもパリでもガシでも何でもいいんだけど、食べるとさ、あの、根のところだけ残んない。手で持ってるところだけ。だ頭が消えてさ、キノコのその、なんていうの傘の部分だけ消えて、 根のところだけが残って根のところってただの、あれ、ああいうのってなんていうのビスケットじゃないけど、なんかそういう感じじゃシャリシャリした。だからなんか、もう、タケノコの里の方がなんか俺は満足してしまう。かな。で、ポッキーとトッポ派はマジで明確になって僕は超トッポ派です。はい。まあこれもあのさっきの理論と一緒で最初から最後までチョコがうまいっていう。やっぱポッキーも一緒よ。もう手に持ってるところが余るでしょ。まああれが嫌。なので、俺はそういうのが嫌なんだね。なので、はい。トッポの方が好き。で、タケノコの里の方が好きです。はい。 インフルエンサーブランドって儲かるの原価率がどれくらいだと思いますかあー、儲かるでしょ。儲からないのにやるっていう。まあ、まずね。儲かるからやるんだよ。うん。だし、原価率か。まあ、アイテムによるかなと思いますけど、まあ、アパレルって平均3割ぐらいって言われてるんですけど、まあ、インフルエンサーの中にはひどいのは多分1割とか2割ぐらいのも全然あるんじゃないかなと思う。うん。まあ、やっぱ売れるんでね、正直。 まあ、ある程度のファンを抱えてしまえば。まあ、なので、死ぬほど儲かると思うし、減価率は、もちろん、あの、高いものも中にはあると思うんだけど、めちゃくちゃ低いものもあるのかなっていう印象。儲からなければやらないです。だって、ブランドを運営するってめちゃくちゃ手間なので、正直ね。まあ、ほとんど外注だと思うんですけど、正直。まあ、うん、まあ、いや、儲かるからやるんじゃないですかっていう感じ。はい。ハイブランドと普通のブランドの境界ラインってどのブランドですか わあ、これはないよ。うん。なんとなくでしかないと思う、みんな。じゃあ、デザイナーズブランドって何って言ったら、いや、だってデザイナーズブランドってさ、まあ、わかんないじゃん。なんか意味わかんなけどねデザイナーズブランドって。だって、全ブランドにほとんどデザイナーがいるのに、デザイナーズブランドって呼ばれるのって何まあ、ハイブランドって値段が高いって言うけど、まあ、値段が高い安いなんて、まあ、みんな、その、収入によって考え方、感じ方が違くないって思うから、ないんだけど、 ラグジュアリーっていうのは例えばオートクチュールをやってるとか、まあすごい歴史があるとか、まあそういうところは多少あるのかな。だから、例えばいきなりデビューしたブランドが、ー、うん、まあ、例えば100万円とかで全部の洋服を売ったとしても、 ラグジュアリーブランドっては僕は呼ばれないと思うの。例えばそのメゾンとして、ハウスとしての歴史であったり、オートクチュールをやってるとか、まあそういういろんなこういうのが関わってくると思うんだけど、ハイブランドとかっていうのは僕は正直この境界線はないんじゃないかなと思ってます。次、最後の質問ですね。やってることが変わらないと軸がぶれないブランドの違いとはうわ、難しい。やってることが変わらないと軸がぶれないブランド。うん、まあ、すごい難しい。で、 僕の理の判断というか考え方で言うと、まあそのリックオエンスを例えば例に出すと、なんとなく伝わりやすいというか、まあリックオエンスって で軸ブレてないじゃないですか。でも、やってること変わんねえって思うかっていうと、そうでもないんですよ。意外といろんなことやってるし、まあそのシーズンシーズンでコンセプトが明確で、毎回ちょっと世界観が変わってる。でも、大まかな世界観は守られてるよね。だから、まず軸がブレないっていうことがどういうことかっていうのを説明すると、そのブランドの世界観とか伝統スタイルをあまり崩さずに、いろんな新しいことをやってる、だから明確なコンセプトがあることを、いろいろ変化をしながらやってるってことが、僕は軸がブレないっていうことだと思うのね。で、 やってることが変わらないっていうのも、正直軸がぶれないのと、あんまり意味としては変わらないんだけど、この方の言う通り、いい悪いって書いてあるけど、 その軸がぶれずに変化をさせているということが、その誰か見てる人に伝えられている。だから飽きずにそのブランドを見てられるっていうのが、僕は、これはいい方向に出てれば軸がぶれないということ。だからギャルソンとか、リッコーエースとかっていうのはまさにそんな感じ。だからギャルソンを見て飽きたなっては別に思わないじゃん。やってることはあんまり変わんないんだよ。あの、ひらひらのスカートリーとかぶっ飛んだことをやってて、あんまりやってることは変わんないんだけど、 そう思わせないでしょだからそれが軸がぶれないっていう、その良さとして伝わってる場合が軸がぶれない。で、やってること変わんねえじゃん。なんだこのブランドいつまでも同じことやってんだ。まあ、最近のベトモンとかさ、まあ、コレクションのテーマもいつも変わってるように思えなくて、アイテムも毎回見たいなものしか出てこない。ってなってくると、あんまりいいイメージとして伝わってないでしょ変化がわからないというか、まあ、世界観はあるし、まあ、普遍的でね、軸は貫き通してるけど、 なんかやってること変わんないじゃん面白くないんだよなっていう印象を抱かせたらやってることが変わらない悪い印象につながってくるんじゃん。だから変化している、その世界観を守らずに変化していることをポジティブに伝えられる、いいイメージとして伝えられればそれがまあ軸がぶれないといういい言い方ができるし、それが悪いイメージでマイナスで伝わってるんであればやってること変わんないよねっていう悪い言葉で伝えられる。まあ、この違いからこれで伝わってるかなすーげー難しいよ。 この質問者。あのね、実はこの質問者ね、あの、僕も何回かコミュニケーションを取ったことがあったりする方なんですけど、まあ、よくコメントとかもしてくれてね、多分ね、賢いんですよ、やっぱり。うん、だからそういうところを見てるっていうね。まあ、非常にこう、こう難しい質問をしてきてるなって感じなんですけど、まあ、そういうことかな。だ世界観を守ってるってことは軸がぶれないもやってることが変わらないも、まあ、一緒なんだけど、軸がぶれないっていうのは、まあ、そのポジティブに、その見てる人とかお客さんに飽きをなさずに、飽きをなさずに、 飽きさせずに伝えることができてると、まあそういう言い方ができていい言い方。そうじゃないとやってること変わんないよねっていう、まあ飽きが出ているというか、まあそういうことかな。はい。難しいよ。難しいよ、もう質問が。どんどん難易度が上がってくる。まあ正直ね、まあ竹のこの里派ですかぐらいの質問がいいけど、そればっかりだとみんな見てくれなくなるから、まあ今日そういう感じかな。はい。今日もかなりの質問に答えたんじゃないでしょうか。はい。じゃあ今日も30分ぐらいになりましたので、 こんなところで以上にします。皆さんぜひね、えー、コメントください。皆さんがタケノコの里赤、か、キノコか、えー、ポッキーかトップかとか、ぜひ、はい、お聞かせください。バイバイ。